こんばんは。ここでは19回目を迎えた松戸クラシックカーフェスティバルの模様です。コロナの影響で3年ぶりの開催となりました。場所は JR 松戸駅隣接の西口地下駐車場の地下1階、2階を利用して140台が展示されました。開催は10月7日8日でしたが、取材は7日の土曜日開催直後に行いましたため、来場者はまだまだ少ない時間帯でした。それでは会場をご紹介しましょう。今回はこれまで長年主催されていた方が亡くなり、続いてコロナが始まり開催中止を余儀なくされ、そして2年ブランクの後3年目の開催となり、スタッフが減少し開催自体も縮小せざるを得ない状況になったようです。
いかがでしたでしょうか。松戸祭りと同時に開催されたクラシックカーフェスティバル、地下の駐車場でお祭りに見えた方にもっとアピールできれば車も生きてきたような気がします。